PG の PC 版やりたい。見たな見たな。はい、こんにちは、ワンエチャンネル前原です。はい、今日はですね、いつもの撮影部屋のちょっと奥、あの編集のところに来てますね。いつも撮影してるのはこっち側なんだけれども、ここでいつも私編集してますね。でいつもこんな暗くないの。本当はね、電気つけてこうやるとですね、明るくなるんだけど、多分ね、フリッカーが出てね、ブブブブブってなっちゃうんで、ちょっと今消しておきます。で、ちょっと最初のね、私の心の雄たけびが聞こえたと思うんですけれども、PC 版の PUBG やりたいの。やりたいんだけど、私ね、Mac しか持ってないんですよ。なので、今日はですね、こちらの、いつも編集で使ってる、この iMac Pro。こちらにですね、ブートキャンプで Windows を入れて、それで PUBG やっちゃいたいなと思います。あとできるかわかんないんだけど、やってみたいなと思います。とりあえずはですね、ブートキャンプアシスタントで Windows を入れるための容量を確保する必要がありますね。割り当て 64GB でとりあえずそのままでいきましょう。で、ISO イメージはデスクトップにある ISO イメージ、これね。これが自動的に選ばれてたので、このままインストールをしたいなと思います。行ってくれ。さあ、Windows サポートソフトウェアをダウンロード中。残り2分になってるけど、多分これ結構時間がかかると思いますので、しばらく、あれかな、待つ感じだと思いますね。Windows ファイルコピー中になりましたね。さあ、どれぐらい時間がかかるんだろうな。あ、なんとセットアップを始めていますの画面出てきました。え、まだ始めて5分も経ってないんだけど、来たね。お、来たね。はい、Windows をインストールしていますになりましたね。こっからね、多分しばらくかかると思いますんで、ちょっと待ちましょう。おー、来ました。立ち上がった Windows。 ちょっと下に向けて Windows バーも確認できますね、これね。おー、入った入った。はい、そんなわけで無事ですね、 iMac Pro に Windows 10インストールできました。それで今ね、 Steam 版の、PUBG ダウンロードしてる最中ですね。いやー、実はね、一回ね、 Windows 入れたんですよ。そしたらね、PUBG 入れるのに 40GB 必要ですって書いてあって、えぇ、容量が足んないって出てしまって、しょうがないんで一回またMac に戻って、Windows のパーティション切って、もう一度 100GB にして Windows 入れ直しました。めっちゃ大変だったもん、めんどくさかったでもまあ一応ね、できそうなので、あと30分ぐらいかかりそうだけど楽しみだね。そしてですね、PUBG やるためにですね、これを購入しました。見えるかな、ロジクールのゲーミングマウスで、ProGPPD001 ってやつですね。 PUBG Japan シリーズ2018推奨ギアってなってますね。いいじゃない、こういうゲーミングマウスあるとね、やりやすいみたいなんで買ってみました。これもね、セットアップしたいなと思います。はい、そんなわけで iMac Pro に PUBG 入りました。イエーイ、やった。そしてロジクールのマウスもね、セットアップしてみました。綺麗に光ってるよね。じゃあとりあえず、まあ何もやってないんだけど、これでソロで設定がグラフィックがですね、2560×1440 になってて、全体のクオリティウルトラでとりあえずやってみたいなと思いますね。ソロです、行こう。で、全くやったことないんで PC 版をね多分思いっきり下手くそだと思うけど、その辺は許してくださいね。さあ、お、どう、動き的にどう。あ、こんな感じなるほど。でも人がいっぱいいるけど、そんなにかくついてない。なんか僕のあれだな、設定が多分悪いんだろうな。でもすっげえ綺麗だよ、絵が。え、これ何、みんなでリンゴ投げてんのリンゴ投げてんの、みんなで。よいしょ、はいはい、なるほどね。広っ。 PC 版全然違うじゃん。あ、動いた。さあ、始まったよ。始まったけど、まあ、とりあえずね、全然大丈夫じゃない？ F でみんな飛び降りて。
今度は、設定をウルトラじゃなくて解像度をフル HD にして、設定非常に低いでやってみようか。はい、これでやってみましょう。ああ結構荒れたね。荒れたけどでも全然問題ない気がするけど。はい、リンリンリン。もうね、裸っていうとこがまずいよね、そもそもね。あ、やっぱりちょっと非常に低いってやつにしたらグラフィック的にちょっといまいちかな、かなりね。あーでもカクつき特にないと思うんだけどな。これ遅い、もしかして僕のやつが遅いのかな。なるほどね、悪くないね。いいじゃんいいじゃん。はい、ちょっといろいろ設定変えてみました。これで、フル HD のウルトラなんですけど、こんな感じで回転かけても全然大丈夫、特にバグる感じ、なんか遅いって感じもないっすね。いいじゃん、いい感じいい感じ。特に重いとかカクつきとか目立たないね。なんかこれ試された方の動画ですごいカクつくってのを見たんですけど、そこまでひどいカクつきはないかな。フル HD だからかな、全然大丈夫っぽい。でね、よくね、事象として起こったのが、クラッシュよくしますね。立ち上げるときにね、こうダブルクリックして立ち上げると、これでスタートするんだけど、この後こうやって固まっちゃうの。これクラッシュ、これがすごい頻繁に起きますね。でこの対処法としては Windows マークと G を押してすぐスタートする、クラッシュする前にスタートする感じ。はい、これで G、 これで OK、 これで一応プレイができるって感じかな。こんな感じですね。はい、ということでインストール翌日のお父ちゃんでした。はい、そんなわけでですね、無事 iMac Pro で PUBG プレイできましたね。 PC 版ね、特にね問題なさそうな気がしました。これでようやくねやりたかった PC 版の PUBG 実況プレイできそうですね。ちなみに実況プレイの方はマイチャンネルでは公開しません。あのお父チャンネルの方で公開すると思いますので、ぜひそちら見てみてください。ということで今回はですね、エイシン君お出かけしてて、お父ちゃん一人での動画でございました。エイシン君ファンの皆さん本当にごめんなさい。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつもんとこんでてますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。